めてみたいな気がする。あ、そうですよね。いつもあの譜面を見ながらなんで。もう今日はいらないなと。覚えてますよ。頑張ってください。一言一言みたいな。じゃあ第2部始めたいと思います。よろしくお願いします。モロちゃん、モロちゃん、イエーイ、モロちゃん、モロちゃん、お願いしました。待ってました。待ち長かったですよね。手汗半端ないです。じゃんじゃん弾いてもらいますので、じゃあ1曲目、洋楽のですね、ラビングユーという曲から始めてみたいと思います。ワン、ツー、スリー、フォー。
今日実は初めて人前で指で弾いてますっていうのが、前回ですね、この前あのオリオのブラックホールというところであのちょっとライブの方をやったんですけど、今日前座で来られてる野本さんの方からアドバイスをいただいて、まあ、あくびちゃんの曲でピックでやるとあのすごく硬い音が出ちゃう、であんまり合わないよって言われて、そうかと思って、20年目にして初めてちょっと指でちょっと拙いところがあると思うんですよ。フィンガーよ。フィンガー、フィンガー、フィンガー、フィンガーで頑張ります。ピックなし。ごめんなさい、ピックは1曲あります。ごめんなさい。ということで、次、幻と私という曲、はい、早速ピックの曲がやってまいりました。うまいね、モロちゃん、さすが。ありがとうございます。ということで、幻と私、聴いてください。いや、あれピックじゃないの。いや、僕はまだこの曲はピックじゃないです。あ、違うの。いや、今日いいね、ピックじゃないか。間違えました。はい。心配。うまいな、うまいな、うまいな。心配な、MC 続けていくんだ。うまいな。よかった、違う曲やるとこやった。いや、ピックで盛り上がった初めてやな。ではいきましょう。はい、1、2、3、4。言えない言葉のこのメロディーに乗せ
っとあのベースソロを入れてもらったんですけど、名前呼んだらきっと緊張して心配するだろうなと思ってそっとしときました。ちなみにこれもですね、最近あの入れてくれって言われて、あのライブの2日ぐらい前に言われて一生懸命考えたんですけど、前々回だったかな、前々回のライブの時はめっちゃ失敗してはぁみたいな感じだったんですけど、今日やっと初めてちょっとちゃんと聞けました。ということで、続きましてですね、次の曲、君のアンテナという曲を、2人では初めてやります。あ、初めてじゃない、この前やりました。やったんですけど、嘘つきだよ。前回は打ち合わせ、ま、あの2人で全然合わせてないでその場でやってみようになってやったんですけど、ちょっとあの結構玉砕な感じがあったんですけど、今日はちょっと何回か練習したんで、もうちょっとできるかなって。ピックはいいの？ピックは、あ、ごめんなさい、ピックはまだです。ピックはちゃんと言います。ありがとうございます。いざピックの時でピック利用するの忘れてね。ですね。いや、走りすぎないですね。OK、いただきましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。早く見つけて。
ということでですね、次の曲もまたちょっとまだあんまり人前でやったことがないというか、私たち昔、まあ、昔からずっとバンドをやってまして、チープスリーという洋楽のカバーバンドを、20年ばかしちょっとやってます。で、彼女ボーカルで、まあ、私ベース、あとドラムとギターが今日ギターさん来てますけど、いるんですけども、まあ、そのバンドと同時並行で、こちらの方にニットキャップかぶってますね。まあ、そのバンドと同時並行で、大学の時の友人がギターを弾いてまして、そのギターの彼は長崎の諫早に住んでるんですけども、うちの、その私と彼女と、まあ、ドラムさん、あとギターの彼とで、佐賀の方で練習をしてやってた、オリジナルの日本語のロックをちょっとやってたんですけれども、その中の曲で1曲だけちょっとポップな曲がありまして、その曲以外は割と派手な曲が多かったんですけど、ノリノリな曲が多かったんですけど、この曲はすごくこうちょっと切ない感じのいい曲なんで、ちょっと久しぶりにやりたいと思います。ピックですか？まだですね。みんな心配しよるまだです、まだちょっと引っ張ります。では聞いてください、ただいまをいたって。ワン、ツー、スリー、フォー。目に立って空を飛んだ
いた初めてやったもん、ね、懐かしい。これ20代の時に作った曲なんですけど、私あの夢の中で空を飛んだことがないんですよ。なんかみんな飛んだことあります？普通ないの。あ、ないの。あるよ。ほら、結構飛んだ人おるよ。あ、どんな感じに飛ぶんですか？内緒。内緒。まあ、いいなと思って歌にしてみたんですけどね。いまだに飛んだことないんですよね。なんかいつもその友達は何かを追いかけてミサイルみたいに飛ぶらしいんですけど、早いな。それはなんかすごい疲れそうやなと思ったけど、なんかその人に私なんか空をね夢の中で飛べないなんて自由じゃないんやねって言われて、そうなんだ、私まだ解放されてない。いや、それ違うと思う。全然違います。長生きするよ。そっちの方がいいと思う。いいですか？じゃあもう飛べなくていい。飛ばなくていい。はい、じゃあこのまま現状維持で。では、次はしっとりした、しっとりとした曲をちょっとやります。あ、指ですね。指です。指です。ちょっとだんだん動かなくなってるんでちょっと怖いんですけど、指でやります。フィンガーです。フィンガーで、うん。Together
が登場します。あー怖かった。ピックはこの曲何するのかな。この曲もあのちょっと指でやってみた。ちょっとあの指がついていかなくてまだちょっとあの次回頑張ります。ポケットですか。次の曲で終わりにしたいと思います。ね、長丁場どうもありがとうございました。時計を見ればもうあんな時間じゃないかっていうね。いやまだ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 まね、こんなことがあるなんて初めてでございます。ありがとうございます。で、ね、今日はあのオープニングアクトを務めてくれた野本浩一さんどうもありがとうございます。ありがとうございます。スタンドアップするのかと思いました。ね、素敵な歌を、はい、どうもありがとうございます。また、ね、何かの折によろしくお願いしますよ。じゃあ次の曲、お気に入りという曲で終わりたいと思います。じゃあ、用意はいいですか。はい、用意バッチリです。よし、あの右にしよう。はい、ワン、ツー、スリー、ゴー。
ってました。そうですよね。ありがとうございます。あの曲聴いてないと入れないですよね。あの曲聴いてないね。また指に戻ります。あ、うわの歌でアンコールをどうもアンコールありがとうございます。皆さん今日はたくさん飲んで食べてね、かなりお腹もタプタプではないでしょうか。です。今日はぐっすり眠れますね。よし、じゃあビール好きな私が作った自分に優しくという曲で、はい、終わりたいと思います。はい、どうも本当にありがとうございました。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。
オケベリー。